ロシア航空宇宙軍に2022年5月末までに納入された。第5世代ステルス戦闘機スホイ57は、わずかに6機であることが明らかになったよ。ロシアも自利品になってきたのかな？あれだけの戦力を投入したとなれば、物資も枯渇するだろうしな。長引けば長引くほど、辛いのはロシアの方だと思うぜ。ウクライナは各国から支援を受けているもんね。そうだね。さて今回はロシア航空宇宙軍が、わずか6機のスホイ57を、ウクライナ戦線に投入したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。5月末にコムソモリスクにあるコムソモーリスクナアムーレ航空機工場から、ロシア航空宇宙軍に納入されたスホイ57は、機体番号53および54の2機とされ、これは量産タイプのスホイ57として5機目と6機目となっているよ。ロシア航空宇宙軍では2025年まで24機を導入する計画としていて、直近の半年間で4機が納入されているのは計画通りのように思えるんだけど、当初の導入計画では2020年までに55機が納入される予定であったことから見れば大きく遅れており、また計画修正後は2027年までに76機の納入計画も怪しくなっており、そのためロシア航空宇宙軍では代わりとしてスホイ35の調達機数を予定より増やして対応しているんだって。スホイ57についておさらいしておこうよ。そうだね。スホイ57はスホイ社の開発による双発探査の第5世代ステルス戦闘機で、現在のロシア航空宇宙軍の主力であるミグ29フルクラムや、スホイ27フランカーの後継機種として開発され、主要な所言は、全長 19.8 メートル全幅 14 メートル全高 6.05 メートル主翼面積 78.8 平方メートル空挙重量 18,500kg、全備重量 28,800kg 搭載量 25,500kg 最大離陸重量 35,000kg だね。エンジンは2025年頃に完成予定のイズデライ30の搭載が予定されているんだけど、イズデライ30の開発が遅延していることもあり、初期生産型のエンジンには、ドライ出力 93.1kN、アフターバーナーを使用した状態では 147kN を発揮する、AL40HFH ターボファンエンジン2機によって、最高速度はマッハ2以上とされ、高度 17,000m で 2100 から 2600km 毎時を発揮し、巡航速度1300から 1800km 毎時で、航続距離は3500から 5500km となり、離陸距離300から 400m 実用上昇限度 20,000m、翼面荷重330から 470kg パー平方メートル、水力重量比は 1.19 とされているんだ。兵装は固定武装として GSH300H19H4071K30mm 機関砲発射速度1500から1800発分1門が、機体右側の可動式のフィンレブコン付近に搭載されており、左右のエアインテークの間の胴体に3箇所のウェポンベイに空対空または、空対艦ミサイルを数発搭載可能とされているほか、補助ウェポンベイとして主翼の根元にクイックベイが設置されているよ。ステルス性への配慮については、レーダー反射を抑えるためアメリカ空軍の、第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターなどと同様に、核翼面のエッジの角度を揃えているほかに、垂直尾翼を傾ける構造を採用しており、エアインテークにレーダーブロッカーを搭載し、機体フレーム間の隙間には導電性シーラントを充填、各種開口部に対して、X バンドレーダーの波長の4分の1以下の小さい網目の格子でのカバーをかけ、電波選択式レドーム、レーダー波吸収材料塗料の採用なども行っているみたい。その結果として RCS 値については、公開された特許情報によれば、機体平均で 0.1 から1平方メートルとされ、スイホ57の設計主務であるアレキサンダー・ダビデンコ氏によれば、F-22 の RCS は 0.4 から 0.3 平方メートルで、スイホ57はこれを超えてはいないものの非常に近い数値だと述べていて、また、ロシアプデイが報じているところによると、スイホ57は敵のレーダーにはテニスボール台にしか映らないとしているんだけど、F-22 はゴルフボール台とも伝えているよ。なお、スイホ57の空母艦載型の開発も検討されていたことがわかっているんだけど、ロシア海軍が将来的には現有の空母アドミラル・クズネツォフと同じ、スキージャンプ台を持つ STOVL 方式と決定され、次期艦上戦闘機はアメリカ軍の F-35B ライトニング2のような垂直短距離地着陸型の VSTOL 機として開発されることになったため、スイホ57の艦載型の開発計画については不透明となっているね。スイホ57の試験機は2010年に初飛行に成功して2017年に生産が開始され、試作機10機のうち4機はシリアでの実戦に参加するなどして実戦における性能が確認され、2019年から量産タイプの生産が始まったよ。2018年2月にシリア内戦に派遣された4機のスイホ57は、
シリアの不明未無空軍基地に配備されて F-22 や F-35 と遭遇するなどしながら、様々な試験に合格したとされていたんだけど、2019年12月24日、ロシア航空宇宙軍に引き渡される計画だった量産初号機が、ハバロフスク州のドショムギ空軍基地近郊にて墜落事故を起こしているんだ。パイロットは無事に生還し命に別状はなかったんだけど、回収された墜落機のブラックボックスの解析結果とパイロットの証言などから、エンジンは正常に作動していたことがわかり、フライバイワイヤーの不調によって、尾翼部分の機体制御系システムが異常な作動をしたことが原因とされたみたい。パイロットが無事だったのは不幸中の幸いだけど、ちゃんと対策は取られたのか心配だね。そうだね。そしてその末ホゴ17がウクライナ侵略戦における戦闘に参加したことが確認されているよ。ディフェンスエクスプレスが報じたところによると、末ホゴ17が、ウクライナへのミサイル攻撃を行うために2度使用されたとされ、それらの攻撃はいずれもウクライナの防空システムに撃墜されるリスクが、少ない安全な空域からの対地ミサイル発射によるものとされているんだ。末ホゴ17はこれまでもウクライナでの戦闘にすでに参加しているとの噂が絶えず、ウクライナ軍などが撮影した航空機の中に末ホゴ17とされる映像も出回っていたみたいだね。しかし、最新鋭のステルス機であり、現状で数機しか保有していない末ホゴ17を、地上から肉眼で識別可能な低空で飛行させることはステンガーなどの、携行式対空ミサイルによって撃墜されるリスクが高く、万が一撃墜されようものなら、機体の残骸などが西側に送られ、ロシアの最新軍事技術が西側に、渡ることになるためにありえないとされてきたんだ。実際に、ウクライナで撃墜されたロシアの第4世代戦闘機スイホ35は、分析されるために北大西洋条約機構 NATO 側の国に送られたとされていて、軍事機密が満載されたスイホ57をそのような危険な運用で使うことはまずありえないことであり、スイホ57の投入の事実はあくまで噂として認識されていたんだよな。報道によれば、スイホ57は4月8日に長射程のスタンドオフミサイルを使用して、ウクライナの防空システムから撃墜されるリスクの少ないロシアの領空から、ウクライナ国内のキロボフラートとオデッサの港を攻撃したとされ、使用された長射程地対空ミサイルは、最大射程 300km とされる KH-59 空対地ミサイル、オーボトとされ、攻撃をした地域が南部方面であることから察するにおそらく、クリミア半島の上空域から発射されたものとみられているよ。KH-59 は黒海艦隊の機関であるスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを撃沈した。ウクライナが開発した巡航ミサイルネプチューンのベースとなった空対地ミサイルで、1970年代後半から80年代に開発された古いミサイルでありながら、改修が繰り返し施されて最新鋭機の末ホゴ17で運用可能となっているものだね。しかし、このような安全空域からの攻撃に末ホゴ17を使用したことについて疑問視する声が上がっていて、ステルス機はそもそも RCS レーダー反射断面積が小さく、レーダーに検知されにくい見えない機体であるために他の機体と比べ迎撃リスクが低く、標的まで接近して先制攻撃することが可能な機体であることから敵地への侵入が容易であるとされているにもかかわらず、安全な空域からミサイルを発射するのであれば、ステルス戦闘機を使う必要がないって意見があるんだ。その上さらに、KH-59 はサイズが大きく水砲17のウェポンベイには収納できないため、外部の翼下などにあるハードポイントに搭載しなければならず、そのことで水砲17が持つステルス機能が損なわれることになるんだよね。ステルス機がステルス性を失うなんて本末転倒だよね。そうなんだよな。だからこそこのような攻撃であれば、わざわざ数機しかない貴重な水砲17を使用する必要は全くなく、他に KH-59 を搭載可能な水砲24、水砲27、水砲30などの旧型機で十分任務を達成可能であるのに、あえて水砲57を使用したということについて、ロシア航空宇宙軍には、もはや満足に稼働する戦闘機がないとする見方が出ているぜ。ロシア軍の航空機における稼働率の低さは以前から指摘されていることで、アメリカ空軍の稼働率が 70% であるのと比べればその半分以下と見られている上に、2014年のクリミア侵攻への報復である経済制裁によって、さらに低下している可能性があるとされているからね。そこに加えて今回のウクライナ侵略で相当数の航空機の損失があり、貴重な虎の子である水砲17を使わざるを得なかったと見られていて、それが事実だとすればロシア航空宇宙軍が危機的状況にあることが推測されているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。